上司から体を夏にしろと言われたのですが、具体的に何をすればいいですかチャット GPT 上司が体を夏にしろと言った場合、多くの場合は以下のようなことを期待されているかもしれません。1健康的な食生活を心がけるバランスのいい食事を心がけ、栄養素をしっかりと摂取するようにしましょう。 特に夏場は水分補給も大切です。二、適度な運動をする。運動不足にならないように毎日少しでも運動する習慣を身につけましょう。ウォーキングやジョギング、自転車に乗るなど好きな運動を選んで続けることが大切です。三、日光を浴びる。夏場は日光を浴びることでビタミン D を生成することができます。 適度な日光浴を心がけましょう。4. ストレスを軽減する。ストレスは健康に悪影響を与えることがあります。ストレスを軽減するためには、趣味やリラックスする時間を作ったり、適度な運動をすることが大切です。5. 身だしなみに気を使う。夏場は薄着になることが多くなります。清潔感があり、身だしなみに気を使った服装を 心がけるようにしましょう。これらのことを実践することで、健康的で美しい体を手に入れることができます。ただし、上司の言葉が何を意味しているかを確認することも重要です。もし、具体的なアドバイスが欲しい場合は、上司に直接聞いてみることをお勧めします。